港に着いた時はやっぱり初めての海外だったので、まずその自分の英語力を試したことがなかったので、その自分の英語力が通じるのかっていうのがすっごい不安で、来た時すごい喉が渇いてて飲み物を買いたかったんですけど、でティムホートンっていうあのドーナツ、有名なドーナツ屋さんが空港にあったんですけど、買いたかったんですけども、自分の英語力がなさすぎてちょっと自信がなくてなかなか買えなかったです。はい、今は、スカイトレインでここから20分ぐらいの距離の、29th Avenue っていうあのスカイトレインの駅から徒歩5分ぐらいのところの家に住んでます。ホームステイです。そうですね、お家はすごい綺麗で、あのマザーが綺麗好きなので、その家の中もすごい、あの家具とかもすごい綺麗な家具で、私の部屋もすごいピンク色の壁紙で、あのすごい女子力が上がる部屋です。学校は、そうですね、思ったよりも、そんなには大きくなかったんですけど、その分やっぱりアットホームで、あと先生と生徒の距離がすごい近くて、いつでも話したりできるすごい近い距離なので、あと友達がすごいいっぱいできたことが、あと日本人と韓国人だけじゃなくて、あとブラジル人とか、あとウクライナとかボリビアとか、すごいなんか今まで会ったことのない、日本とかでは会ったことのない国の人とかに出会えてすごい良かったなって思います。そうですね、本当に最初は、まず愛で止まるぐらいだったので、今は普通に最後まで文を普通にスラスラ自分の考えていることをある程度は口にできるようになってきたので、すごいスピーキングはすごいここの学校で良かったなって思いました。アクティビティは、この前のボーリングに参加させてもらって、はい、すごい、思ったよりすごいいっぱいのグランビル の生徒さんも来てたので、すごいたくさんの人でボーリングできてすごく楽しかったです。これから先、そうですね、私は、外国語大学に日本で通っていて、将来は英語を生かした職業に就きたいと思っているので、もちろん帰るまでにあのトエックとか、あと IELTS のそういうテストのスコアとかもできる限り上げたいなと思っています。カンバセーションが多い、授業中にちょっと先生があの一応説明した後もほとんど自分の隣の人とのペアワークとかグループワークになるし、であとそのトピックについてのディスカッションとかがすごい、あのいろんな人の考えが、いろんな違う国の人の考えが聞けたりとかするので、すごい良かったですね。